ーロン・ヘンリースターティングメンバーです。そしてディフェンスが非常にいい川島隼人、そして今日のキープレイヤーでもありますショーン・オマラが入ります。先頭は久保田、そしてエース日本代表の西田雄大、安定感抜群のイデソンがコートイン。正直、打ってほしいシュートのタイプだったんじゃないかなと思います。素晴らしい。バセンタント かなり FE 長野の高い集中力感じますね。ですね、高い会議だと思います。ここも中に入れてきて決めてきました。アイバンスルーク、かなりディフェンスでの成功が大きいのでオフェンスも思い切りシュート打っていけますよね。なるほど、素晴らしい連動ですね。ここでレイマンのスリーポイントシュートが決まります。長野ガードナーのポストプレー、うまく突き抜けていきました。いいですね。今レーマン選手へのスクリーンにディフェンスです。第2クォーターのポイントですが、イサキさんどのあたり考えますか。今が引いているこの三河のゾーンが長い時間続くと、はい、イーグルスの方がちょっと攻めづらい感じになるのかなと思います、ね。ここはフリーの状態でアーロン・ヘンリーのスリーポイントシュートが決まっています。 B1 2023-24 シーズンオマラ、これも決めてきました。アーロン・ヘンリー前の石井康介、アーロン・ヘンリー突破力ですが、どうかオフェンスファウルか。あ、これはエンドワンです、ね、エンドワンでした。キーホース三河、アーロン・ヘンリーを止めたい。まだボールキープ、オマラに通しました。中村がシュートに行きました。このシュートは決まっています。ステップで入ってきました。スリー、西田らしさが出てきました。オーガスト、ちょっと遅れかと4秒、3秒右にステップしてのシュート、これも決めてきました。三河のエースが素晴らしいステップイン、12得点ガードナー対オマラ、シュート決まりました。エンドワン、かなりヘンリー選手に対しての警戒強いですね。コースを抑えてますね。最後はオマラでした。いいですね。あそこにエヴァンスルークからアーロン・ヘンリーの個人に決めた。これはうまい、間を割ってあのブロターですね。そこをまた持ちこたえたっていうのは非常に、チームにとって大きな収穫。そうですね。いよいよ今日が終わればあと9試合、愛知ダービーは